構早くって小走りじゃないとついていけないっていう。痛い癒してましたよね。帰るわって言って帰られちゃいました。土地の持つ力、驚くものがありました。そのままもう少しいただきます。大分のあの土地にやっぱりこう癒されてるんだなっていうのをすごく感じて、先ほど監督も、あ、もう大分からに逃げられないんだっておっしゃってましたけど、なんかその土地の持つ力、大分のエネルギーっていうのをすごくひしひしと感じまして、驚くものがありました。杉崎さんもそれは感じられてました？そうですね、あのロケ地になった木古のお家のテラスとかも本当に開放感があって、で天気にも恵まれて、ご飯もすごい美味しかったので、大分での時間は本当に癒しでしたし、なんかこう美味しいものがたくさんあるとみんなで食べに行きたくなったりもして、あのご飯行ったりとか、あとは撮影終わった後にかりんとホテルの近くを一緒にウォーキングしたりとかもして、すっごい早いんですよ、花のウォーキングってすっごい早くって小走りじゃないとついていけないっていうウォーキングをしたんですけど、リタイアしてましたよね。ちょっと帰るわって言って帰られちゃいました。競歩ですね。競歩でした、ね、はい、そんなに早いんですね。いやいや